ジュンです、本当はそっちをバックに撮りたかったんですけれども、ちょっと逆光なので、できませんでした。今日は2017年の11月の20日です。明日、パナマから、コロンビアに向かいます。で、通常あの飛行機を乗るんですよ。パナマシティからボゴタに、国際線で行ったりするのが普通だったり、あとは、船であの何通りかあって向かうのが普通なんですけれども、っていうのは国境が、ジャングルなので、通常歩いて渡るのは無理なんですよ。自分どうしても歩いて国境を越えたいんですね。メキシコに入ってからずっと陸路で、まあちょっとボートで行ったところもあるんですけども、ほぼ陸路で来てるので、どうしても歩いて国境を渡りたいと思ってちょっとリサーチをしたら、唯一国境を歩いて渡れるルートがあの国境の上の方ですね、北の方に一つだけあるっていう情報をつかみまして、それを試してみようと思います。どんな方法で行くかっていうと、ここパナマシティから国際線じゃなくて国内線で国境に近い小さな町に飛びまして、1時間ぐらいですね。で、そこからボートに乗って本当に国境の目の前にある村まで行きます。そこから歩いて国境を越えてコロンビア側の村に着くんですけれども、そこから歩いて2時間半ぐらいかな、で別の村に移動するっていう形になります。そこで一晩泊まって、またボートに乗ってコロンビアの国の奥に入っていくっていう形のルートなんですけれども、あまり知られてないルートみたいなんですけれども、情報が2年前ぐらいだったかなの情報が上がってたので、ちょっと試してみようかなと思います。